前節から中3日でのゲームです。2020明治安田生命 J2 リーグ第5節、モンテリオ山形対ザスパ草津群馬の一戦をお伝えしていきます。会場は将棋の町山形県天童市にあります ND ソフトスタジアム山形です。では山形のスタメンです。キーパーが佐藤、スリーバック熊本、栗山、松本、アンカーに岡崎、その前に中村俊と渡辺、ワイドに三木、加藤、ツートップに大月、中村敦孝です。群馬のスタメンです。キーパーが清水、フォーバック岩上、岡村、渡辺、高瀬、ボランチに宮坂と内田、右に新、左に田中、前線に林と中山です。中村敦孝サイドを変えてきた三木、さあニアに大月来た、一つ中村敦孝のサイドチェンジスイッチになってグラウンダーのクロス、三木から大月でした。中を使って宮坂、高瀬、宮坂へ、さあクロスがあります、シュートが来たか、流れた、宮坂のミドル、前半の17分、まあ、やはりこの距離からはもう見てましたよね、クロスかなとね、私たちも思ったんですけど、はい、やっぱりこの状態なのでね、ピッチが、まあ、明らかにこの回転見ればもうシュートを狙ってるし、岡崎には2人で挟みに来ました、さあまた新、林に出てきた、中山から林、新が入ってくる、もう一度止めた、右からシュートだー、田中のゴールで2点目、23分追加点群馬。そして今度は加藤の裏への動き出し、さあ岩上を振り切るか、一本できた、折り返した、中村、中村敦孝のゴールで1点返しました山形、ダイナミックな展開でした。先ほどまではねちょっと細かくつなぎながらだったんですけど、やっぱり今日初スタメンに入っている加藤選手のスピードを生かして、はい、でまあ敦孝選手だったらここはもうこれぐらいフリーだったらゴール枠には飛ばしてきますよね、はい。うまくさばいて内田へ、さあ中2枚、ニアに芯が入ってきた、3点目群馬突き放します。芯の今シーズン2点目、パスの本数はねここを自分たちかけながらね、しかも人数かけて、であとは中の新選手のクロスに対してのこの入り方ですね、はい、もう完全におそらく加藤選手なんですけど、はい、の前にいいタイミングでもうベストのタイミングで入って、田中が松本へのパスを読んでいました、打つか、ミドルできた、宮坂です。ボール支配率では山形が 53% という数字ですが、群馬はシュートが10本になっています。アーリーで岩上入れてきた、流れて林、はいはい、岩上からのアーリーでした。中村敦孝、さあ南の前に出た、折り返した、選手ですか、J リーグデビュー戦でゴールを決めました高橋、まあ、ボックスに潜り込んだところからこう中村選手の敦孝選手の最後のこう転びながらですけどもね、
タイムアップです。群馬今シーズンの初勝利、これが J2 復帰を初白星です。耐え切ってつかみました勝ち点3です。